どうも皆さん、マーシです。というわけでマーシがお送りしますバンドリー。はい、皆さんね、こちらですね、キャラクター図鑑のアルバムとか見たりしますか？結構ちょくちょく見たりするんですけども、やっぱりね、こういったねイラストを見ながらね、はい、まあ昔ガチャで頑張って引いたなとか思い出に浸りながら、こうイラスト見て可愛いなと思ってるんですけれども、まあ、今回このイラスト、鶴舞心ちゃんのね、ハロウィンなんですけれども、まあ、鶴舞心ちゃんもちろん、後ろに美咲ちゃんとかカオル様とか出てますよね。で、結構ね、いろんなイラスト見てもらったらわかる通り、本当にたくさんのキャラクターが出てるんですよね。で、思ったのが、今、ガルパのイラストで一番よく出てるキャラクターって誰なんだろうと、ふと思ったんですよ。なので、ちょっと今回、ガルパで最も、イラストで登場しているキャラクターをカウントしてみました。はい。で、カウントするにあたって何個かルールを設けてカウントしております。まずはですね、こちら日本サーバーのみでカウントしております。海外とかだったら、まあ一応海外用のねイラストとかがあったりするんですけども、そういうのは除いて全部日本で実装されているキャラクターのイラストのみでカウントしております。そしてちょっとでも出ていたら一応1とカウントしております。この場合で言ったら、まあさよさんとかりさんね、ゆきなさんね、頭しか出てませんけれども、もうねこのキャラクターだろうというのが分かれば、1とカウントしております。で、もう一つ、特訓語とかで多いんですけれども、抽象的に描かれているものとかが結構あったりするんですけれども、それでもですね、あ、このキャラクターだなということが分かれば1としてカウントしております。そしてこちらですね、ひなちゃんみたいなね、このようにブロマイドを持っているやつとか結構あったりするんです。パスパルとか多いんですけれども、ですね、1枚のイラストに対して複数回登場しているキャラクターですね、この場合はですね、1枚のイラストで1までしかカウントしておりませんので、このイラストでもひなちゃんは1とカウントしております。そして最後に、奥沢美咲ちゃんなんですけれども、一応奥沢美咲ちゃんとミッシェルですね、彼女はですね、2人で1人なので、はい、一応同一キャラとして、カウントしております。さあ、一体誰が、こちら最も多く出ているキャラクターなんでしょうか。ご覧ください、どうぞ。いやー、パスパルの皆さんいいですな。あやちゃんのダンスが非常にキュートでございますね、いつでも見てられますね。さて先輩、可愛いですね、やっぱりね。あ、ひなちゃんもいいですね。いやー、皆さんキュート、あ、忘れてた、パステルパレットフィフスシングル9枚フラワー好評。それでは行きましょう。最も登場したキャラクタートップ10を紹介していきます。まずは登場回数63回、宇田川と智恵さん。アフターグロのメンバーはですね、本当にいろんなところに登場しておりまして、特に智恵さんはアコちゃんとのツーショットが非常に多かったです。そして来ました、登場回数64回、丸山あやちゃん。今回のイベントでもかなり増えましたし、やっぱりあやちゃんはですね、パステルパレットのメンバーのところで、他のところでも結構登場しております。同じく64回、ちょまんま市ヶ谷アリサちゃん。アリサもですね、やはりリサネやランちゃんなど他のメンバーとの兼ね合いが非常に多かったです。いいね、登場64回、鶴巻心ちゃんでございます。心ちゃんはハロハピ内にはもちろん他のメンバーとの兼ね合い、そして星にも多かったので、かなり登場しております。登場回数65回、ルンときた氷川ひなちゃん。やはりひなちゃんはですね、パステルパレット内はもちろん、さよさんとのツーショット、これが非常に多かったです。登場回数66回、上原ひまりちゃん。やはり女子力の高さはコミュニケーション能力に匹敵するのか、いろんなキャラクターとのイラストが多かったぞ。登場回数68回、つぐってるね、羽沢つぐみちゃん。やはりつぐみちゃんはですね、アフターグロウの中でも特にメンバーと一緒に映っているキャラクターでございました。登場回数69回、悪くないね、御嶽ランちゃん。さすがランちゃんでございます。ランちゃん、アフターグロウの中はもちろん、他のバンドのメンバーの交流も意外と多かったです。登場回数なんと70回、富山かすみちゃん。さすがバンドリの顔、本当にいろんなところで登場しておりました。そして圧倒的登場回数を誇ったのが奥沢美咲ちゃんとミッシェル。さすがでございます。やはりミッシェルはいろんなところで登場しておりました。ハロハピだけでなく、バンドリの守護神なんですね。あ、そうか、もう秋の新作スイーツの時期か。いや、わかるよ、楽しみだもんね、この時期。美味しいものいっぱいあるから。あー、うん、そうだね、食べたいのはやまやまなんだけど、ちょっと血糖値的な理由があってね、うん、年を取るといろいろ大変なんだよ。